テセルの海戦、もしくはケークダインの海戦は、イングランド・フランス連合とネーデルラント連邦共和国の間で、第三次英蘭戦争中の1673年8月21日に発生した海戦である。この戦いの結果、オランダが英仏艦隊の上陸作戦阻止に成功した。1672年に始まった第三次英蘭戦争は、 イングランド・フランス連合軍がソウル米への海戦とスホーネベルトの海戦で連敗を喫した上、親フランスの立場から戦争を始めたチャールズ2世に対するイングランド議会への非難が高まり継続が難しくなった。友軍のはずのフランス海軍もはかばかしい戦果を上げられず、積極的に行動しなかったり勝手に戦列から離れたりしたため戦力として不安視されていた。 1673年、イングランドは、オランダのゼーラント終身校を企て、フランスから派遣されたフレデリック・ションベールを指揮官として、遠征軍を編成、海軍教のカンバーランドールパートを艦隊司令官として、遠征計画を立案したが、オランダ海軍が健在である、以上不可能である上、ルパートとションベールの中も悪く実行できずにいた。7月27日に、 英仏連合艦隊が出撃して29日に、兵員輸送船団は一旦、クレートやアーマスに寄港。連合艦隊は、オランダ海軍と遭遇したが、戦闘には至らず、オランダ海軍はスホーネベルトへ撤退。連合艦隊は北上して、テセルに停泊した。この時ルパートは、兵員輸送船団を呼び寄せようと考えたが、嵐に遭遇したせいで不可能となり10日間身動きが、 取れなかった。一方、オランダは上陸の恐れから警戒態勢に入り、オランダ総督ウィレム3世と艦隊司令官ミヒールデ・ロイテルも出撃して、イングランド軍を叩く方針を固め、ロイテルは艦隊を率いて8月13日にテセルへ向かった。テセルについてからは、しばらく両軍とも嵐で交戦しなかったが、20日に先端が開かれた。この日自体は、 風上の位置を奪うべく牽制に終始したが、オランダ艦隊は夜のうちに風上を取り、翌21日の明け方に本格的な戦闘が始まった。イングランド・フランス連合艦隊は、戦列艦92隻、オランダ艦隊は75隻、河川は両方とも30隻だった。連合艦隊は、戦闘の青色艦隊は、スプラック、中央の赤色艦隊は、ルパート、 後列の白色艦隊は、フランスの軍人ジャンデストレが指揮を取った。オランダ艦隊は、先頭は、コルネリストロンプ、中央は、ロイテル、後列は、アドリアン・バンケルトが中心となった。オランダ艦隊は、テセルを東にして、北上、連合艦隊もオランダ艦隊の西側で同じく北へ、進み様子をうかがった。先に動いたのは、オランダ艦隊で、 ロイテルはバンケルト艦隊を分割して一部をフランス艦隊に差し向け、残りと中央艦隊を赤色艦隊にぶつける作戦をとった。この作戦は図に当たり、デストレは少数の敵を追って戦場から離れていった。一方、前列は両軍ともに単独で戦闘を開始、互いの機関が行動不能になるほどの激戦となったが、スプラックは三隻目の機関に乗り移ろうとして、 移動中に乗っったた。ボートがが攻撃され戦死やてて青色艦隊は西へ引き上げていった中央では赤色艦隊がロイテル艦隊とバンケルト艦隊の攻撃で不利な状況に追いやられ赤色艦隊行列が敵に分断されたこととフランス艦隊が救援に来ないことからオランダ艦隊に包囲された。ルパートは奮戦して壊滅を阻止反撃を試みたが戦果を上げられず 夜になると互いに力尽きて戦場から撤退していった。両軍は戦列艦は失っていないが人的被害は大きく、オランダ艦隊は1000人、連合艦隊は2000人が戦死した。戦略的には連合艦隊の進行作戦を阻止したオランダが勝者と言えた。戦後フランスの非協力的な態度が問題視され、9月にイングランド海軍は帰国して遠征軍も 解散、議会の反フランス感情は強まり貿易再開の望みから、反戦論が勢いづき、議会に屈したチャールズ二世は戦争続行を、断念、六百七十四年に、ウェストミンスター条約を結んで、英乱戦争を終わらせた。トモキヨ p 百六十九 p 百七十小林、p 二百十六 p 二百十七トモキヨ p 百七十 p 百七十一 小林 P217P218 ありがとうございます。